トップはカーナンバー23の高星光則。おっとっと接触あった。 TGR コーナーのブレーキング、山口大六に片山が接触してしまいました。2台がもつれ合うような形でその TGR コーナーの外側のアスファルトに飛び出してしまいました。山口大六のマシンが止まってしまっています。片山はリスタート切れたようでした。後ろ牽制し合ってイン側に片山がラインを変えようというところ、リアに潜り込んでしまいました。これ大きな事故にならなくて本当に良かったというようなトップスピードでのクラッシュでしたね。これはちょっとヒヤッとするような場面でした。さあ残りレースは3周切っています。残り周回が3周です。